いつもテレビカメラの前に立つ女子アナの皆さん、収録中は気が抜けませんね。そんな女子アナの一瞬の隙をついたチラ見せが話題です。この動画では4人の女子アナのナイスなチラ見せシーンをご紹介します。阿部加弥子、2016年から2022年4月1日まで歴代最長の6年間目覚ましテレビの7代目お天気キャスターを務めたかやちゃんこと阿部加弥子アナ。4月からは目覚まし土曜日の総合司会に就任し大活躍中ですね。そんな阿部アナですが、お天気キャスター時代いろいろな衣装で私たちを楽しませてくれましたね。ですが以前の放送で視聴者が困惑するほどのギリギリ攻めた衣装で登場していました。2021年10月8日放送目覚ましテレビのお天気キャスター阿部加弥子アナの衣装に注目が集まるシーンがあり、下着がスケスケの放送事故映像、映していいのか平気なのかなど視聴者が困惑してしまいました。この日阿部アナはベージュのジャケットに薄いブルーのブラウスを着用していたが、朝早くの時間帯は寒かったのかジャケットを着用した状態で出演。しかし7時34分台のお天気コーナーでは、お台場この時間だいぶ雲が取れてきて青空が見えるようになってきました、太陽が結構強く出てるのでこの時間も暑く感じられますと、暑くなったのかジャケットを脱いで登場。視聴者からは、かやちゃん中身透けすぎ、たまに本当に映していいのかって時あるよね。かやちゃんインナー透けさせてどうしたの、本気出しすぎだろ急に、とんでもねえ透けてる、今日は本当にやばいね、かやちゃんはこんなに下着を映して平気なのか、今日の目覚ましテレビのかやちゃんスケスケ衣装ででかいのが目立つ、朝から強烈なインパクト残していますねなどの意見が寄せられていました。やはりあまりの透け具合に視聴者も困惑していた様子でした。さらに阿部アナを襲う強風スカート事件、2020年11月20日金曜日放送にて阿部アナはいつものようにフジテレビの敷地内からお天気を伝えていましたが、この日の関東地方は低気圧の影響により朝から猛烈な強風、彼女も髪が乱れ服も派手になびいてしまう、するとこの天の恵みにより薄手のロングスカートが下半身にぴったりと密着しました。その瞬間股間からとんでもない隆起が顔を出し、土手のシルエットがくっきり浮かび上がりました。しかもこの強風は絶えず吹き続いたため、股間シルエットのフルオープン大露出も長時間にわたって継続、男性のもっこりにも負けない張り付き露出はベロ中並みの衝撃で迎え入れられ、ネット上には、土手だかもっこりで筋までわかるな、もうここまで見せたんだから水着解禁だろ、かやこナンパ酒場の話題そらしに見せたらうまくいったっちゃ、私のファンはスケベな男ばっかりっちゃ、親父土手盛りついだくれなど強風以上の熱狂が吹き荒れました。井上聖火、フジテレビの朝の情報番組目覚ましテレビでメインキャスターを務める井上聖火アナが2022年3月25日ペイペイドームで行われたソフトバンク対日本ハム戦の開幕戦の始球式に登板、華麗な投球フォームとある部分に注目が集まりました。ソフトバンクのユニフォームに下は薄きピンクのズボン姿で登場した井上アナは捕手に向かって投球しましたが、バッターボックスに立っていた打つ気満々のポーズを見せていた新庄剛志ビープボス、打ちに行くかと思われましたが投じられたボールに向かっていきダイレクトキャッチ、そのまま井上アナに駆け寄り記念のボールを手渡しました。結果的に見事なノーバン始球式となり球場を大いに沸かせています。そんな中男性ファンの注目を集めたのが井上アナの華麗な投球ならぬ可憐な肌着のラインでした。ネット上では井上アナ相変わらず可愛いよな、
山なりボールはご愛嬌だけど、投げ終わった後、番線がくっきりしてて超興奮した。井上アナの番線がめちゃ浮き出てた。これだけでも見たかいあったね笑い。井上アナ、黒っち部分まで浮き出てたね。いやらしいわ。などといった大興奮の声が飛び交っていました。井上アナもまさか自身の下半身にこんなに注目が集まるとは思ってもみなかったことでしょう。あらかじめ始球式用にヒップに食い込むタイプの肌着で臨む女性タレントもいますが、彼女の場合は普段のものを着用していた様子。投げ終わった後、ラインが丸分かりになってしまい、男性ファンの視線を一点に集めてしまいました。富士のエースアナがここまで見せてくれる機会はそうそうありません。ファンにとってはかなりの至宝映像となったんじゃないでしょうか。井上アナはフリーアナウンサーの加藤綾子アナが進行役を務めていた。ほんまでっか。テレビの公認が決定。そこでもファンを喜ばせるサービスを連発してくれるでしょうか。鷲見玲奈。2020年9月27日放送の競馬番組競馬ビートにフリーアナの鷲見玲奈アナがゲスト出演しました。今回視聴者の間で鷲見アナの衣装が大きな注目を集めました。番組に鷲見アナはノースリーブの白い衣装で登場しました。その本番中、カメラが出演者を横側のアングルで捉えた際、一番端に座っていた彼女の豊かなバストが前面に映し出されることに。その際、彼女をよく見ると袖のない衣装だったため、肩から脇にかけて大きな隙間が生まれ、白っぽいアンダーウェアの線が全見えとなっていたのです。この艶すぎるアクシデントに視聴者からは、ノースリーブのスミッチたまらない、完全に見えてる、下もこの色のを履いているってことかなと興奮する声が殺到しました。鷲見アナといえば、週刊プレイボーイや週刊ヤングマガジンなどの表紙に登場し、豊かなバストをアピールしたグラビアが好評を博しました。そんな彼女は今後さらに肌見せ度をアップさせたグラビアに挑戦する可能性があるという。鷲見アナは自分に何が求められているかを理解しており、撮影でタイトな衣装を用意されても嫌な顔を見せることがないのだとか。また女子アナ時代からグラビアに興味があり、日々アイドルなどの写真集を見てポーズを研究していたそうです。そのためノースリーブで競馬番組に登場したのも、自分の需要を理解し衣装を選んだ可能性が高いですね。推定 G カップといわれる爆裂バストと甘いルックスで多くの男性を魅了する鷲見アナ。もし肌見せ写真集が実現すれば、同じフリーアナの田中みな実さんを超える注目を集めるかもしれませんね。競馬予想より鷲見さんの G カップの方が気になる。裏ひもチラチラ見えてるし、鷲見玲奈さんの胸っていつ見てもはち切れそうだよな。鷲見玲奈アナの胸が気になってしゃあない。競馬の予想より鷲見玲奈アナの服装予想とかの方が面白いかもしれない。佐久間みなみ。フジテレビの佐久間みなみアナが2022年4月16日放送のスポーツ情報番組スパークで大胆な姿を披露し、女子アナファンから大喝采を浴びています。入社3年目の佐久間アナは4月3日までライブ、ニュース、イット、週末版のスポーツキャスターを担当していましたが、4月9日からスパークのメインキャスターに就任。この日は初登場から2度目の放送となりました。まず男性視聴者をざわつかせたのは彼女の衣装。紫色のニットに白のジャンパースカートといういでたちだったのですが、そのジャンパースカートは肩から片方を太いベルトで、もう片方は細い紐で吊ったデザイン。そのため左側の胸だけがさらけ出された状態で、形の良いニットバストの丸みがあらわになっていたんです。ネット上では佐久間アナが肩バストだけ放り出してる、この服のデザイン嫌でも片方だけ出た胸に視線が行くな、
などといった声が飛び交い、スポーツ情報どころではない視聴者も多くいたそうです。しかも大サービスはこれでは終わりませんでした。 CM クレジットが画面に流れた際、特技が新体操ということで佐久間キャスターが披露などとテロップが出され、いきなり上体を反り初めてブリッジを披露したんです。その際スカートのスリットはパックリ割れて美脚がちら見えしたのと同時に、当然ながら推定 C カップの肩バストラインがくっきり。スタジオの出演者は少々びっくりした様子でしたが、男性視聴者からは体柔らか、胸と下腹部突き出しちゃってなんだかいやらしいぞなどと大興奮で話題になりました。スパークを担当するにあたり、理想のキャスター像について、見ている方々に常に寄り添えるキャスターでありたいですとのコメントを出していた佐久間アナ、図らずも男性視聴者にその意気込みは十分伝わったようですね。